はピアノがとっても嫌いなのよ。ピアノの稽古ならば死んだ方がいいの。あら本当、あら本当、夢ではないかしら。バカだ。
大人になったら何になりたいって？いつも私は言うの、モーみたいな人にって。大きくなったらママみたいな人になりたいわ。いつでも優しい、とても綺麗な私のお母さん。そしてママはパパに首だけ、パパの恋人なの。大きくなったらパパみたいなボビーに会いたいわ。Thank you.
私の一番好きなものはね、それはメロンやコークやあんみつおせんべいケーキじゃありません。バヤ下に乗せたらとろりと溶ける冷たいアイスクリーム。私の一番好きなものはね、それは甘くて冷たいアイスクリーム。誰でも思うでしょ、あーや本当に一番好きなのはパパのキース。
バット。
思わず呼び止めちゃうよ。隣に住んでるお兄さん、御用聞きに来るおじさんも、私の顔見るたび、こんにちは恋人さん、今日もいつものように桃の思わず呼び止めちゃうよ。私はそんなに美人で魅力的なのかしら、こっそりと一人で桃の兄弟の前で見てみた。ちっちゃなちっちゃなお酒が私の自慢のものなの。にっこり笑ってみたらば、鏡の私も笑った。みんなはあたしよかやぶな、かわいい恋人さんで。みんなはあたしよかやぶな、かわいい恋人さんで。みんなはあたしよかやぶな、かわいい恋人さん。
思う。